パシフィックセンチュリープレイス丸の内は、東京都千代田区丸の内の東京駅、八重洲口南側にある、超高層ビル。八重洲口側の再開発プロジェクトで最初に完成した。2003年第44回、BCS 賞を受賞。東京駅八重洲口の旧国鉄所有地が、レールシティ東開発による建物提案方式で、 処分されることになり、1997年3月に、香港に本社を置く通信系企業のパシフィックセンチュリーグループが、子会社の日本パシフィックセンチュリーグループを通じ落札。外資系として、最大の11億米ドルを当時再開発を行った。竹中工務店の主導による鹿島建設とのコンソーシアムが施行。 PCP 共同設計室が設計を手掛けた地下4階、地上32階建てのタワーは、地上部は直径約3メートルの CFT 柱4本によって25層のオフィスを地上から約30メートル持ち上げて分節化し、シンプルなユニットカーテンウォールにより透明度の高い外装が実現されている。内部はオフィスフロア24階。 ホテルフロア5階、店舗及び駐車場フロア各2階で構成され、最高レベルの耐震性能基準や、省エネルギー、省資源対応、最新の電気通信網による、インテリジェントビル機能が備えられた。また、窓ブラインドは、省エネの観点から、中央制御によりコントロールし、室内灯の点灯との組み合わせにより、ビル壁面に、絵や文字を表示することができる。 これは行政への協力や街の雰囲気づくりへの貢献を反映しているもので情報発信に根差したイルミネーションスポットとしての存在価値を狙ったものである。2006年9月20日にダビンチ・アドバイザーズが運営するファンドが PCCW から2000億円で2009年12月にはセキュアード・キャピタル・ジャパンがダビンチから1400億円で 2014年10月には、セキュアードから、シンガポール政府投資公社が1700億円で、オフィス部分をそれぞれ買収している。なお、オフィス部分の売却後もホテルは、PCCW、商業施設は、JR 東日本が保有している。約1700平方メートルに及ぶ、広い部柱空間のオフィスフロアには、金融や外資系企業などが多数入居し、 初期テナント入居率は約8割に達していた。ビルの開業した翌年にオープンした PCGJ の関連会社であるパシフィックセンチュリーホテルが所有するホテル。3階から7階に入り、送客室数は57室。地下1階と1階及び2階の一部分に広がる JR 東日本の関連会社である鉄道会館が運営する商業施設。 2007年11月、隣に、グラントー共産スタワーが開業後、地下で、つながり合えす地下街とも、直結となった。ありがとうございます。